そして5位と5台でパックになっておりましたトップ争いから徐々に脱落者が現れ始めました。7周を終了したところでゼッケンナンバー33番ジョナサン・レイ、トップからは4秒5遅れてきました。トップからは4秒5遅れてきています。さあそして、その遅れを取っているジョナサン・レイの後ろなんですが、単独走行で走っている6番手の中菅のさらに後ろ、7番手争いが今 S 字のあたりでしょうか、接近して展開中。さあどうやら7番手争いは森脇が前に出たんですか。ゼッケンナンバー19番の山口達也、森脇レーシングがどうやら小西義輝を捉えてゼッケンナンバー73番キューボドットコムティームハルコプロの前に出ているようです。山口が今ダンロップで確認しました。ダンロップコーナーで確認、山口達也が一つ順位を上げています。中津の後ろは山口です。どうぞ。ピットですが、スタート直後からまた気温がぐんぐん上がりまして、現在路面温度が53度まで上がってきました。現在53度です。それからピットの予定ですが、吉村そして FCCTSR が25周目、モトバップが19ですか、24周目に入ってくる予定です。今のところ以上です。わかりました。やはりトップは最初25周というそういう目標を立てていたようなんですが、計画通りとりあえず入ってくるようです、吉村と FCCTSR。 さあそしてワークスホンダは燃費は全く問題ないと言っておりましたが、それよりもワンラップモアいけるんでしょうかね。さあ1コーナーで転倒という情報です。第1コーナーで転倒という情報、激しく転倒している、激しく1台が転倒しています。プライベーターのマシーンでしょうか。ゼッケンナンバーが46という情報ですか。プライベーターです。46番情報確認しました。中村智正が1コーナーで転倒しています。さあそしてトップ入れ替わっているぞ、トップ入れ替わっている。1コーナーをお伝えしている間にトップ入れ替わっています。いやー2点3点3点4点、トップ争いは本当にホンダ VS 鈴木の争い。吉村ワークスと言ってもいいこの鈴木の秋吉と、そしてホンダワークスドリームホンダレーシングチーム清成隆一との息詰まるトップ争いは、現在は8周終わって9周目に入っています。まだまだ予断は許しません。さあ今コントローラインを通過をしていくこの3台のパックの中に亀谷長順がおりますが、亀谷長順が今10番手でコントローラインを通過。今亀谷長順はまたポジションを上げまして、目の前にはゼッケンナンバー25番の鈴鹿レーシングチーム湯野木信之がいます。湯野木信之が現在はいます。さあ序盤大きな波乱はありませんが、トップ争いはとにかくデッドヒート。おっとそして伊藤真一が前に出ているか、酒井大作を捉えたか。伊藤真一が3番手で今ヘアピンに姿を現します。伊藤真一が3番手で姿を現しました。さあ FCCTSR タイヤをうまくコントロールしている、マネジメントをしているようにも見える伊藤真一のペースコントロールですが、その伊藤真一のペースコントロールトップまで追いつくんでしょうか。その25周の間にトップを奪う計画を頭の中でしっかりと計算をしているんでしょうか伊藤真一3番手。しかし2番手と3番手の差が若干、ですね、広がっているような感じです。2番手3番手、おーっと2番手秋吉康介がちょっとラインを外した。2番手秋吉康介スプーンカーブでラインを外してしまった。大きく遅れを取る、ちょっとフロントが滑りましたね。なんとかこらえましたけれども、秋吉康介フロントが滑った、危なかった危なかった。1位と2位は1秒まで広がりました。さあ10周がまずはその勝負と言っておりました今シーズンのトップ争い、その10周がもう間もなく迎えます。カシオトライアングル試験員に立ち上がってきます。このゼッケンナンバー11番の清成、やはり計画通りというべきか、いやそれとも予想よりも早いのか、周回遅れのマシーンが目の前にいよいよ現れ始めました。さあここからがいよいよ8体の難しくなってくるライダー中瀬の周回遅れをパッシングしながらのトップ争いです。清成隆一がまずは1コーナーから2コーナー早いマシンをアウトから大胆に抜いていきます。そして後ろからはちょっと今で、スプーンカーブで遅れを取ってしまいました秋吉康介。秋吉はしかし思い切りのいいパッシングで S 字で前のマシンを捉えていきます。そして S 字で軽やかに清成隆一がするりするりとマシンを寝かしていく。おっと 200R 試験で1台転倒です。 200R 試験で1台転倒、ゼッケンナンバー52番という情報が入ってきました。これもプライベーターのマシーンです。ゼッケンナンバー52番が点灯、赤腕章をつけています。こちらは元ウィンレーシング
鈴木慎吾です。さあ再スタートは切られる模様です。再スタートは切られる模様。ゼッケンナンバー52番転倒がありましたが再スタートです。さあ周回遅れが現れているこの集団の中でまた秋吉康介が清成隆一との差をじりじりと詰めている。さあヘアピンで接近した。清成隆一がちょっと今周回遅れに手こずった。そしてフロントをウィリーした秋吉康介がヘアピンから今度は 200R の試験員で今度は周回遅れに逆に引っかかった。逆に引っかかった。ラインは1本しかない。ここは加速していきたいところですが秋吉スロットルを開けるのが遅くなった。ここで大きな差が強かった。大きな差が作られました。10周目 200R 試験員から 250R にかけて1本しかラインがない。おーっと、そして秋吉またもやスプーンカーブでフロントが流れた。秋吉康介かなりフロントタイヤが滑っています。そして今度は3番手のゼッケンナンバー2番の伊藤真一が完全に秋吉の背中にロックオンだ。さあ来た、さあ来た、さあ残り並んだ10周目伊藤真一がアウトから 130R 2番手浮上だ。伊藤真一が2番手に上がります。伊藤真一2番手に上がります。秋吉康介カシオトライアングル試験で突っ込もうとするんですがこれは伊藤が微妙なラインを取って2番手を守ります。さあホンダレーシングドリームホンダレーシングの清成先頭なんですが2番手には秋吉康介ではなく伊藤真一が2番手で立ち上がってきました。今コントローラインも通過。さあ秋吉康介がちょっと今までに見たことのないようなマシンの動き方、フロントタイヤが相当に今アウトへとスプーンカーブのあたりでは滑っていくのが分かります。ラインをクリッピングポイントを外していく秋吉康介気になります。さあそして今コントロールライン前に戻ってくるのはこれは何番手争いでしょうか。さあ6位争いゼッケンナンバー218、おっと中須賀を捉えるのは山口達也だ。山口達也が中須賀、ヤマハレーシングの中須賀を捉えて1コーナーではどうだ、前に出ているか。1コーナーで中須賀を捉えた山口達也はさあ1コーナーでは前には出ていない。まだどうやら出ていないようです。山口がまだ前には行っていない。さあそれにしても伊藤真一これトップ行きますね。25周でトップに出ればいいやという感じ。序盤に熱くなっているトップ4を尻目にタイヤを温存、その後じりっじりっと前のマシンを抜いていきまして現在は2番手。いやーこれがやはり伊藤真一なんでしょうか。これがやはり今のベテランのなせる技なのか。8対3勝の記録を持っています伊藤真一、現在上位を走っているライダーの中ではもちろん一番勝利数の多い男であります。キャリアが違う、そして優勝経験の豊富さも違う。8歳を知り尽くしている現在この男伊藤真一が現在は第2位、そして後ろは秋吉康介は昨年初めて8歳を制した男です。さあその初めて制した男とそして前を走るのが3度優勝を飾った男、このキャリアの違いが今差になって現れているんでしょうか。どうなんでしょうか。吉村鈴木ピエールさん、はい、ちょっと心配なんですけども、34号車先ほどからなんかフロントがおかしいんですかね。あのピットにはですね、フロント周りごっそりねスペアパーツが持ってこられたんですよ、いわゆるフロントフォーク、そしてあのハンドルですね、はい、もうごっそりついたサスペンションごっそりついたものがですね、ピットの裏から運び込まれてきました。まあ、念のためだと思いますけども心配です。わかりました。やはりフロントの何か動きに違和感を覚えているんでしょうか吉村鈴木。さあとにかくあの秋吉康介が目の覚めるような走り、それがですね今回は序盤こそ、まあ、11番の清成隆一との争いで見えたんですが、しかしながらこの秋吉今ギリギリいっぱいコースに踏みとどまってこの走行をするのが精一杯なのかどうなのか気になる情報がピットから入ってきました。さあそして上位争いも、いろいろとですねバトルを展開しています。さあ小西とそして森脇の山口とそして今三つどもえの戦いは1コーナーで、さあどういう展開になるかな。さあ一旦6番手に上がっていました19番の山口なんですが小西がまた前に出ています。そして 200R1 台試験員で転倒、 200R 試験員で1台転倒しています。あーこれはヤマハオーストリアレーシングゼッケンナンバー7番世界耐久選手権のチーム、ゼッケンナンバー7番今転倒がありましたが再スタートは切りました。さあ徐々に路面温度の上昇とともに違和感を覚え、そのライディングに切れ味がなくなってきて、そして滑って転倒というそんなライダーが続出してきたような感じです。先ほど柳田マスオアナウンサーからのレポートによれば今現在は路面温度は53度まで上がっているという過酷な状況の中で各ライダーはファストラップを毎週刻まなければ